なんとかね、角はね、抜かれないできた。ああやっとだ。やっとだなと。あんまりでも、止まるような気配がありません。これからなんだけどね、もっとやっていきます。はい、ここからナレーション入れていきます。いや今日も出電借りました。溝切りが良かったのが超出電じゃなく普通の出電になりなってました。ちょっとあれだな、皆さんのご期待を裏切るような形になったな。すみません、本当溝切りいっぱいして田んぼ少し良くなってました。もうよく枯れねんだねこれね。ここを置くのも大変だ。あのちょっと汚いからドブドブが入ってくな。ドブドブ言ってっけど、まあ、横はねちょっと絡めなかったっすね。まあでもいつもよりいいね今のところは。そうなんです、いつもよりいいんです。でもね、こうまっすぐ買ってきてこのカードね、カードはねやっぱりねちょっとあれだな、ここでバックしてさ、借りたいとは思わなくてそのまま買わないでさ、まだ立て借るようにしてました。そしてだんだんねうちの田んぼはねこう真ん中に来るほど抜かってくるんですよ。この次かな、ここはねまだなんとか乗り切ったんだけど、でもこの辺からあれだね、もうドフドフドフすごい状態で走ってたんだけど、まあね、でも今年は走れるだけマシでした、本当。去年かな、去年もね溝切りしたんだけどね、ここまでね走れる状態じゃなく本当ひどかった。何のために溝切りしたのか分かんないぐらい。でも今年はねこのちょっとこの場面これだけだったね、エンジンが止まってしまったって言って、エンジン止まったっていうかこう力取られたっていうやつが、うん、ここでバックしてっけどやばかったね、ここね。別にね稲が詰まったわけじゃなく馬力が取られてさ、コンバイン今前浮いてっけど、ただそれだけだったんです。つらかったね、カク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 ってもうまっすぐ走れないから、ヌガットであんまりひどかったんでもう用具終わってきました。タデに枯れないからね、とにかく用具をちょっとほら短いからなんかハマったら出ねえんじゃねえかなと思って、その勢いだけね、そうやってもう適当に借りました。でもこの方法が一番いいかな、ハマるなって思ったら横割ってくるとかね、まあ中割ってもいいけど、うちの田んぼ中割っても同じだから横にしか借れるんだけどね、うん、とにかく割ってみたりね、そういうことをやって今日はなんとか乗り切りました。本当はね手刈りすっかなって思ったんだけど、本当やりでくねえからさ、正直言うと手刈りはね腰でくてただでさえ腰でのに手刈りしてさ、今度コンバインにまだねその買ったやつをさかけるってね大変だからね、今年はねなんとか回避できました。最初からもうね縦刈らないで横刈ったのが大正解です。なんか自分の映像って嫌だね
ビネット、そこにこう自分で話する難しいわ。いやー本当難しいなこの YouTube。 ほんとあれだった、あの近場で展開できないからこのカメラのアングル悪くてさ、まあ映ってたけど遠くまで来てこう方向を変えねえとね、近くはもう浜からできなかったもん。でもだいぶねもうすごいことになってました。あー勝ったねここまで。あー大変だ大変だぞ。ここここここ脇はまっとこしたよ。やばくてえからこれ。そうここな横刈ってもダメなんだよなこれな。でも横刈りました。あれがわ一本刈り、一本刈りでここ手刈りか。そうバックしても勝ってたからね。なんかまあでも毎年よりは本当に良かったから動くだけで。モンローかけてこれだよ。こっちからさ、こっちからこれねからはもう横に買ってさ、もうはまりそう。ハンドル切がねえくなってね、こう横さカチカチカチしても動かねえくなるっていうね。まっすぐ行けねえからね。こんなもんでも動かねえくなんだもんね。弱いなこのコンバイン。もう少しここもあと横に買って、あとこっちあいつか縦に一応行ってみっけど、なんとかなっかな。あの辺一番あの角もやばいね。まだあっちはね少しなんですよ少し。はい、とりあえずここは借り終わりました。あーなんとかなったな。横最初にやっぱり横から買った方が楽かもしれないね。今日は温度をかけてやりました。自動嫌いなんだけど今日は自動大好きです。今日はね本当モンローかけで自動水平ねやって大正解でした。このスイッチがなければ多分今年もあれだったな、大変だったかもしれない。うん、こういうところいいねやっぱね。湿電はモンロー身にしみて分かりました。ということで全部借り終わりました。どうもご視聴ありがとうございました。明日の方ひどいね多分。